かすか暇に合う。オッケー、二人吹っ飛ばして。ここら辺二人まとめて2回いっちゃおう。行きなさい、次から次へと。ということです。今回ですね、ガチャでピックアップされております。別れ率使っていこうかなと思います。別れ率はね、環境どうかなというところであるんですけれども、比較的ね、避けやすいスキルだったりとか、あとは無敵キャンセルできるっていうのがね、めちゃくちゃに魅力なキャラになっております。このね、特性を生かして、そしてこの編成でどうにかこうにかで、相も変わらずね、頑張っていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ちゅうことで、どうぞ。よし、なんか何戦かやってるんですけど、なかなかニカとね、対面する機会が少なくて、しっかりとね、まあ、攻めてきたのであれば、まあ、頑張ってジャス回避とかをかましていきたいなっていうところであるんですが、ちょ、ごめんなさい。これごめんって先に謝っとくか。ごめんって先に謝っといて、んで、あ、裏失敗してった。あ、失敗してるよ、それ。ちょっと待ってよ。落ち着け、落ち着け。こっちに来てる。おい、ジャス。おい、ジャス。はい、おい、ジャス。はい、ジャス回避させよう。さあ、しないんかい。しないんかい、これ、ジャス。オッケーで、これはもう2回にお願いしよう。オッケーオッケー。俺かい、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 俺かい。みちみち、後ろ見て。めっちゃカウンター構えてるから。で、そこはもうお願いしちゃって。あ、待って、逆に青属性なのであれば、それこっちから後ろから行くわ。オッケーオッケー。うん、ジャス回避もらって。はいはいはい、超距離感。はい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 、距離感、距離感。オッケーで、回いがち。はい、回いがち。で、お肉もらって、回いがち。通常攻撃弱いけど、ここ回いがち。はい、回いがち。オッケー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 。3時しっかりとさばき倒してっての。で、ここら辺無敵スキルとかあれば、チャンス回避いきます。キャンセルいきます。で、ここ誰？ニカ。ニカもジャス回避いきますよ。ジャス回避いきますよ。ジャス回避いきます。ジャス回避してもあんま見ないんだ。ジャス回避いきます。ここ、じゃあ、これ使う必要なかったなー。待って、ブースト来てからでしょ。オッケーオッケー、様子見て。で、どうせカウンター構えられる。で、ブースト来たタイミング、ここ強い、めちゃくちゃ効果力。はい、オッケー、いいよ。助けた、助けた。まあ、でも、ここも無理だから避けれない。さすがに。いや、むしろ助けて、むしろ助けて。むしろ助けて。オッケーオッケーオッケー。で、ここら辺は、ジャス回避間に合う。オッケー、二人飛ばして、ここら辺二人まとめて2回行っちゃおう。行きなさい、次から次へと。さあ、私相手してみせよう。私師匠なのでね、私師匠なので、ここ立った瞬間クルリンチョ。オーケー、師匠の力見せるで。いや、もういいや、頼むわ、そこよろしく。で、旗取りに行きます。旗ってか、もうちょっと剥がして、ここ距離を二人の、あ、ごめんなさい。いや、通常攻撃2度目。いや、待って、歌、後ろ、歌、そこ取られた方がやだ。そこ取られる方がやだ。歌、そこ取られる方がやだ。さあ、ということで、もう一回旗を抜き返していきたいと思うんですけれども、まあ、そこはもうニカがいるんで、ちょっとお願いして、もう果敢にね、攻めていきたいと、守った方がいいかな。ここ一応パパッと取れると思うので、ジャス回避で、B で、当てる。で、ここも取れる。はい、OK。ちょっと取ろうか。で、もう無敵スキル、多分使ってるんで、ここは、果敢に取っていきたい。オッケーオッケーオッケーで、ニカでしょ。で、そこは、これ、ちょっと一旦打っといて、で、ジャス、カナの一発、オッケー。で、ここは、あ、やばい、ギリカウンター間に合っちゃった。これ、オッケー、握る。で、早めに離しといて、ここダムドパンクでダウンさせといて、オッケー、まず 80% 以下にしとこう。で、ジャス回避もらう。で、ここ、ジャンでダウンさせる。オッケー、で、旗握る。強すぎる、マジキトロ強すぎる。で、ここに関して、はよ、止まんの早っ、なんで、え、早すぎない、それはさすがに。ちょっと待って、それ早すぎるって、マジ、え、なんでそんな早かった、ちょっと待って、もうここしかないもんだって。いや、無理、あー、やばい、え、早くない、めちゃくちゃめちゃくちゃ早くなかった。そうでしょ。いや、なんか何ニカ対策とかさ、でやっていこうかなと思ったら、めちゃくちゃ一昔前のね、環境な感じに、まあ、なっていったわけなんですが、まあまあ、ここら辺もね、言うて、環境には多かったりしますので、まあ、無敵キャンセルっていうのをね、まあ、皆さんにお披露目していきたいなと思います。よろしく。カイドウだけ怖いから、どっか行ってくんないから。頼む。カイドウだけどっか行ってくんない。行け、全員雷しろ、行け、俺は変なことしない。おっと、そこから撃つなよ。急に撃つな、メザホ。おい、俺無敵キャンセルいつでもいけるから、ちょっとマジで任せ。はい、しょ、オッケー、キャンセルするよ、いつでも来いよ。大丈夫、オッケー、みんな安心して、俺がいる限り、彼に、彼女か、彼女と年でもないか、彼女にはね、無敵スキル撃てないから、俺がいる限り任せてくださいな、取っちゃうぜ。オッケーオッケー、任せてくちょうよ。んで、どうせメザホ痛いです、取り際は無理です、取り際は無理です。で、そこちょっと待って、みんなで守った方が良くない、そこ待って、俺行くよ、先に行くわ、先に、痛い無理です、飛び際は無理です、飛び際と取り際は無理です。無敵キャンセラーってかスキルね、キャンセルはできるけど、飛び際と取り際は無理よ。飛び際と取り際って言いづらいな、すげえ、すごい言いづらい。いや、まあ、これ怖いな、普通のつ痛いだから。おーい、なんなんだよこいつら、マジで。さあ、まだ未来はね、明るいというところなんですけれども、これさ、普通の移動と通常攻撃移動、どっちが変だろうな。これは通常攻撃なんかそんな変わんない気がするから、まあ、なんかポン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 任せろ。オッケー、こい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 、何がしょ、おえおにょ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 、あれ、なんなら手伝いに行くか、あっちのニカを任せてくださいな。オッケー、あっちのニカをちょっと手伝いに行きますか、ズズズと。
まあ、ニカさんがここ旗取ってくれると思うので、ジャスカイ、火任せて。はい、ニカさん、旗取っちゃって。はい、ここぶち込み。痛いね。どこかの旗取れるような援護を入れていきたいんだけれども、そこら辺は大丈夫。ただ、スキルがないんで、通常で攻めると見せかけて、はい、無敵スキル。あ、それは前勝ち。さすがに前勝ちして。オッケー。でかすぎ。あまりにも前勝ちしたね。これちょっと取りたいな。70% 以上で一応ダッシュ速度アップップしてるんで、ここはしっかり取れると。いや、ワカレーリーさん、やっぱなんか特性があまりにもロマンロマンだから、めちゃくちゃにいいよね、本当に。ただ、あそこ、ロジャー海賊団関係者に対しては、シキさんが強く出れちゃうのと、回避遅延があるので、そこが、きついな。裏強、にゃーやばいマジで慣れないことなんでするべきじゃない、マジでみんな教訓で覚えといて、これ。慣れないことはするな。これはもう、マッチ戻りに行こう。オッケー。今度取れないから。待って、これジャス回避。いや、今のジャス回避じゃない、普通に。痛い。待って、今のに関しては普通にジャス回避じゃない。あ、待って、しかもあそこ取る。気まじい。あれです。で、ことで今回はキットローとニカットでいますので、彼らの無敵をすべてキャンセルしていこうかなと思います。まあ、無敵スキルをね、やっぱりキャンセルできる性能っていうのは本当にスーパー、通常攻撃での遅延とか本当に嫌なんだよな。ここら辺、まあ、ある程度間合いさえ保っとけば避けれるには避けれるかな。で、ガンマナイフはさすがに甘いね。ガンマナイフはちょっと甘子ちゃんなので、避けさせてもらえるのと、まあ、ローの、おー、いいね。待って。あれさ、変わろうとしてる、さては。変わろうとするタイミングでこれやな。変わろうとするタイミングでこれ打っといて、ので、終わり際、ここしっかりとまずロー狩る。オッケー。しっかりとローバーまず狩らせてもらったからの、ここで、通常じゃね、ダムドパンク等々いけそうなのであれば、はい、それは狙いすぎじゃねえ、ルフ太郎。別に無理だったら無理で、他のキャラさんとかので、これそろそろダムドパンクありそうだ。オッケー、ジャスカイ、キャンセル。あれそのタイミングじゃなかった、そのタイミングじゃなかったかな。これしっかり狩らせてもらう。まあ、ルフィ太郎は言うて無敵スキル、一旦カイドウから隠れつつも、はい。なんで当たってんの。さあ、こっから行きたい。うわ、もうカイドウやだな。もうマジでカイドウやだ。本当にカイドウ、ワカレリーのカイドウマジでもう嫌すぎる。で、あっちの二陣守った方がいいか。ただ、ここのブースト段階でここでいけるな。オッケー。さあ、まずカイドウ倒せるんだけど、まあ、体力満タン状態のカイドウと戦ったとて、まあ、かなり厳しいので、シンプルにここは旗をちょっと狙いに行きたい所存ではある。 D 旗、まあ、B 旗はいつか取れるかなとは思うから、一旦ここ掴んじゃう。わ、うざすぎ。それはちょっと誰か止めてくれ。あそこの、はい、それはさすがに、で、さすがに、で、これ飛ばせる。オッケー。で、これはもう回避ないんで、こっちでダウンさせる。はい、いいよ。んで、こっちで、通常であとは撃ってくるか、うー、来ないか、うー、ガンマナイフだったらある。ガンマナイフだったら避けれる。ガンマナイフだったら避けれるけど、シンプルにガンマナイフじゃない、痛い。真ん中ちょっとこれ気を止めていきたいけど、ジャス回避、無理。あい、ちょっと待って、ここに突っかかるときつすぎるよ。これ立ち際もいっとこうか、クルリン長。やっぱあそこのちょっとキツキャラが行くとなかなかにしんどいですね。本当にここに関しては一旦 B でぶちかましいの、ここ取りいいので真ん中さえ守れればいける。オッケー、でかいね。で、あとはここ無敵にしとけば大丈夫。でも真ん中取られる心配はないので、あとはここら辺に適当にいて、はい、あとは無敵を置いておくだけですね。オッケー。分かれるその活躍はね、まとぼしかったかもしれませんが、対戦ありがとうございました。今回はね、ニカ街道というね、ところで、まあ、分かれりさん、これが増えてくるとかなりきついかなっていうような、まあ、キャラにはなってくるんですけれども、まあ、彼らの無敵スキルはね、まあ、避けやすいっちゃ避けやすいので、まあ、そこをね、いい感じにさばいていきたいなというところであるんですが、ジャスカ、今の一発目ジャスカ拾わなかったかな。で、回避遅延がうざすぎる。あの、スキルどうこうじゃなくてさ、回避遅延なんで、問題はマジで回避遅延。そこはさすがに飛ばせても、あれ間に合わない。で、無敵スキル終わった瞬間、ザザザザ、で、ジャス回避、オッケー、で、旗取っちゃってね、で、ジャス回避、今のは絶対ジャス回避だった。今のはジャス回避判定でもよかったと思うけどな、これはめちゃくちゃ狙われてるね。おい、起きない、しっかりと口で煽ってって、今の遅いね、ごめんなさいね。いや、俺ね、裏教手決めたいんだよな、裏教手できるようになりたいなってずっと思って、
すげえあれ。あーグス、これ裏狙いに行くの。あーあっち守りに行くか、さすがにそれ。いやでも待って、2人とも2回いるな。あ待って、2回はあっち取り終わり際ここだね。取り終わり際ここ行っといて、で抜き返していきたいと思います。さあここに関してはもう2回さんでもう無敵スキルでおそらくやられる可能性が大だけど、あーオッケーオッケーオッケー。であればちょっとここはもう2回さんにお願いして、一応裏取りケアはまあ2回がここに二陣にいるので、一旦真ん中の援護行こうかなとは思うんですが、ブースト中来るのが怖いのと、まあ、やっぱりカイドウのあれめんどくさい。あれ2陣いけそうじゃないか、それ助けに行くか。あオッケーオッケーオッケー、でかっ。あっち裏に関してはそのまんま任せればいいので、ここはゾロさんいるから大丈夫ってことはこっちだね。痛い、ちょっと待って、あそこのカイドウ取り終わり際しっかりとね。あーなんで、おい吹っ飛ばしに巻き込まれてるぞ。でこれに関しては任せて、でザザザザザザ行く。オッケー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 、はい。あーまあ CT 言うならゼロジャスト回避ではあるものの試合に勝てばいいっていうね、ところで、あれきついな、きつそうだな。あれはちょっと強制的に取るか。オッケーオッケーオッケー、あれ強制的に取らせてもらって、これ一旦取り終わった瞬間にここぶち込んどいて旗握っときます。はいはい、オッケー。でここら辺はまあニカさんにオッケー、そのままバトンパスする。で真ん中やばそうなんで真ん中行きます。あオッケー、真ん中耐えれたね、でかいね。なんでここのニカさんの援護だけ、オッケー、これで勝ちやね。めっちゃいいな。て意外と別れ入りの裏にいなかったからさ、やっぱり別れ入りがメインっていうのもあれだ、おかしな話だけどさ、まあ別れ入りのまあ裏がねちょうどいてね、やっぱキットローのこの何登場、なんかずっとボコボコにされてるんだけど。